ポケダン。どうもさん、こんにちは、マシーと申します。さあ、今回もポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスやってこうってことで、前回は私犯罪者ですよって言われちゃって、ゲインゲーちゃんにね、私も否定もできなかったと、まあ、肯定もしないんだけど、で、まあなんか逃走者の旅となってしまったわけなんだけど、ここのようわからん火山の洞窟に行くのか、まあとりあえず行ってこうと。準備はできてるからね、行こう、 GO。 どっちに行く、え選択肢あんの、岩の横穴か炎の山かか、暑いとこ行こうか、行こう、大変そうなところだけど頑張ろうね。なんかこっち行った方がさ逃げ切れる気がするし俺、うん、炎の山さあ、でも和気あいあいは出てるんだよな、でも仲間にならんのだよな、これは一体何なんだろうね。あ、そういやあれだね、見せてなかったんだけど、どうやって来られたっけ、あ、こうか、あのここの部分火山あるじゃん、これはちょっとピカチュウだといけないんだよ、これ今押してるんだけど、右側に結構スティック倒したりしてんだけど、これいけないんだよ、ただ人影だったらこのタイプがあるから入れるっていう。で、ちなみにあのなんかテレポートとか吹き飛ばし系でここに入れられた場合はワープさせられるんだよね、確か、うん、そういう記憶がある。それをねちょっと見せてなかったので、機会が全然なかったから見せてなかったんだけど、ようやく機会が来たということで見せましたと。そしたら鈴木レベル上がりましたと。お前はそうやって僕をまた置いていくんだなと、僕は悲しいよと。あ、レベル上がって、こ前も15になっていて、何、あ、マグニチュードか、何急にと思った、びっくりした、待って死にそう、え、まずいな、こいつマジクレイジーすぎるだろ、クレイジードンベルやめろマジで、いきなりマグニチュードとか反則すぎだろ、焦った。このゲームさ、範囲技とかさ、連続攻撃とかマジで強いんよ、マグニチュードとか、2体に当たる技じゃん、本家だったら、ああいうのがあのフロア全体に当たるからマジで強いよね、勘弁してほしいよね。おー、レベル上がってく、いいね、続きめっちゃ上がるね、やっぱお前伸びがちげえわ。おー、中間地点来た、まだ中間か、結構長えなここ、ちょっと整頓します。オッケー、じゃあ行きましょう、残り進んでこう、お、レベル上がってく、いいね、15、まあでも全然だな、15、あ、16か、これで、お、早いね、着いたね、じゃあ山頂に着いたのかな、これで、ここかな、炎の山の山頂は、あ、頂上は、しかしすごいね、ここはいくら火山とはいえこの溶岩の多さは普通じゃないよ、これも自然変動の影響なのかもね、うー、熱い、今にも火傷しそう、こんな危険なとこずっといたくないよ、早く抜けよう。炎タイプがそれ言っちゃうか、お前拠点みたいな場所だぞここ、何何何、待て、誰誰誰、今度は、あ、あれ、ん、辺りが急に暗くなった、山の叫びが聞こえる、苦しくて悲鳴を上げているのだ、お前たちなのか、炎の山を苦しめるのは、誰、急に中二病患者、急に、や、あ、山の声が聞こえるな、何、苦しい、そうか、でも急に中二病患者じゃん、え、違うよ、僕たちじゃない、僕たちはたまたまここを通ろうとしただけだよ。うわー、すーごい、あー、ファイヤーさんですね、あー、どうもこんにちは、はじめまして、私マジーと申します。山の怒りは私の怒り、私の名はファイヤー、炎の化身、山を荒らす者は許さない、かっこいつ話聞いてくんねえな
何にも話聞いてくれねえわ。しかも急にボス戦かーい。まあまあまあ、最近ボス戦もなくね、退屈してたところだったんでね、ちょうどいいよ。これどっちが強いんだろう。多分石つぶてが強いのかな。投げよう。ほれ30。まあまあ強い。うわ、加速してくるやつかこいつ。高速移動は普通にまずいな。種も置いてきちゃったからな。敵芝使うか。一旦これ使ってターン稼ごう。ほれ、しびれろ。で投げよう。よいしょ。治るの早くない？は？え、なんか広がった。なんで今火の粉だよね、撃ったの。火の粉、え、お前の火の粉広がるの、ずるくないそれ。ちょっと待って、マジ何もないな。これ投げるしかなくなってしまってる。なんで広がるんな。おかしいやろ。やーべ、オレンの実が一個ずつしかねえ。とりあえず食って、ここも食って、俺はかわしたけど、これもエレキボール打つしかないな。こっちはダメージする。 OK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 、 これダメージ入った。いけ、もっと減らせ。ちょ、おかしいなこいつ、強さ桁だな、桁ちげえな。回復もないから、もうこれはもう打つしかない。ただまあ、私にはね、復活種というね、必須アイテムがね、めちゃめちゃあるから、それのおかげでなんとかなるところある。おら、暗い。いや、結構硬い。もしかして、もうそろそろ終わってもいけない？結構ケツだと思うんだけどね。まだまだ元気ね。うん、全部の技が全体攻撃になるのか。プチでいいな。暗い。いや、これでも結構入るぞ。だってダメか、強いな。ちょ、これで俺終わらない。お前ひるんだんちゃうんかいな。今ひるんだんちゃうんかい、お前。ほら、くたばれ。え、まだ、え、強っ。こいつ強くない？あ、終わった。いや、強いだろ、普通に。種なかったら終わってたからな、こっちも。お前伝説は強えな。ああ、なんのこれ式のことで。まだ不死鳥、お前もしかして。じゃ、待ってよ、僕たち悪さしにここに来たんじゃないんだ。ただ追われてこの山に来ただけで、それに苦しんでるのはこの山だけじゃない。今いろいろな場所が自然変動にやられてるんだ。僕たち今追われててできないけど、でも自然変動に苦しんでるポケモンたちを助けたいんだよ。あ、話聞いてくれた？その話本当なのか？本当だよ、信じて。もし嘘だと思うなら僕の目を見て。いや、目見て解決するんだったらな、無駄な摂取いらんな。うん、でもすごいやる気に満ちた目してるもんなこいつ。うん、この間は何なんだ。俺話つなげなきゃいけないのか。もうダメじゃん。もう怒ってるよ。ああ。よろしい。いいんだ。今ので何が分かったんだ。あなた方の話信じましょう。ああ、びっくりした。僕腰が抜けるかと思ったよ。ここを通りなさい。炎の山を抜けるのです。そして、約束してください。必ずや、被害の原因を突き止めて。これ以上自然変動が広がらないよう食い止めることを。分かった、約束するよ。と言っても今すぐは無理だけど。おお、すぐやれって怒られてる。わかったわかった、すぐやります、やりますよ。今追われてるからちょっと無理だけど、でも僕たちは救助隊なんだ。必ず自然変動の原因を突き止める。約束するよ。約束ですよ。あなた方ならきっと成し遂げてくれる気がします。私に立ち向かった勇気、それを忘れなければ。毎回やるな。
ああ、まだ何か？いえ、ただここから飛び立とうと思っただけです。ああ、そうなんだ。ではあなたも手伝ってくれればよくない？いちいちすごいな、あいつ。すごく怖かったよ。でもファイヤーが分かってくれて本当によかった。さてと、僕たちも抜けよう、炎の山を。そうやね、ちゃっちゃと抜けましょうや。あそこの道を抜けてきたのかな、あのドラゴンボールのさ、あの海王星に行く時の蛇の道みたいな場所抜けてきたのかな。これで伝わる人っているのかないるとは思うけど、年齢がバレるなこれね。はあ、すごくたくさん歩いたね。僕疲れたよ、ちょっと休もう。ちょっと休もうか、結構逃げたもんね。いい景色だね。まあ人によってはそうなのかもね。俺はそうあんまり思わんけど。あ、ほらマシ見てよ、炎の山があんなに小さく見えるよ。あー結構歩いたね、そうやって考えると。ほんとだいぶ遠くまで来たよね。ねえマシ、炎の山を越えるのがとても大変だったし、あそこを越えられるポケモンって少ないと思うんだ。そしてその後僕たち必死でここまで逃げてきたわけだしさ、正直僕思うんだけど、ここまで来たら追ってくるポケモンなんてもう誰もいないんじゃないかな。いるよ絶対に。だってまだストーリーつ、違う、そういうめたい話じゃなくて、いや風鈴とかいるんだったらさ、もう追ってくるんじゃないかな。まだいるよ。え、まだいるって誰なのそれは。そっか、風鈴か。フーディンたちのチームならここまで来られそうだよね。うん、しょうがない、行くしかないよね。とにかく誰も行けないような場所がいいな。頑張って歩こう。ん、どうしたの、行かないのマシ。なんだろう、え、僕が疲れてるんじゃないかって。ああそういや、そのつもりで休んだもんね。追ってが来るんだ、休んでなんかいられないよ。それに僕言ったじゃないか、僕マシについていくって。やりがたいんだけどさ、この現状だと俺が君についていくことになるんだよね。うん、だったらね、僕もね休みたいなと思う節もあるしね、どうかな。まあ行こうかそんな顔しないでよ、平気だって。行こうマシ、僕どこまでもついてくよ。先陣切って歩いてるよ。こうしてマシたちの過酷な旅は続きました。彼らはより厳しい場所を求め北へ向かいました。山の向こうの山を越え、ぬかるんだ沼を抜け、凍った崖を登り、マシーたちはとうとう雪が積もる氷雪の地へとやってきたのでした。おお、ここすごい綺麗。うっ、寒い、エキシン、あの鼻水も凍っちゃいそうな寒さだよ。まあこんな雪降ってるな、でも君あったかそうだけどね。ずいぶん寂しいところに来ちゃったね。雪も積もってるし、さっきから他のポケモンも全然見当たらないし、もしかしたらもう誰もいないんじゃないかな。何？ん？どうしたの？アブソル。おお。おお。アブソル。ああれは？強運ポケモンだっけ、なんだっけ、なんかあれだよね、あの災いポケモンだ。うん、悪いことを予測するみたいな、なんか
なんか見た気がする。なんかで見た気がする。あんま覚えてないけど。さっきのは一体、ポケモンみたいだったけど、気のせいじゃないよね。確かに誰かいたよね。こんな寂しいところで何してたんだろう。まあ考えてもわかんないよね。先を急ごう。アブソル、なんか関係あったっけな。全然覚えてないんだよね。あ、マシ、あれ見てよ。樹氷だ。樹氷って何？木が凍ってるよ。へえ、綺麗。うわあ、彼女と見てー。まず彼女作るところから始めなきゃいけねえけど、すごい。氷の粉が空から降ってる。綺麗だけど、ものすごく厳しい場所なんだろうな、あそこ。厳しい場所？寂しい場所だった？厳しい？わかんない。やっぱりここを越えないといけないんだよね。おー、寒そう。寒さがすごく厳しそうだけし、あまり行きたくないけれど。でも逆に、ここにずっといてもしょうがないし、前進あるのみだ。頑張って越えていくしかないよね、マシ。そうだね。頑張って越えていこう。じゃあ次回ここ越えまーす。バイバーイ。